東京タイムズタワーは、東京都千代田区外神田4丁目に所在する超高層マンションである。神田市場跡の都有地を IT 産業の拠点にしようとの都の構想に基づき、鹿島建設などのグループが払い下げを受け開発した区域に建てられた。電気街の秋葉原に位置し、街のランドマークとして名高い、洋出店。2005年度グッドデザイン賞受賞。秋葉原地区開発計画の住宅棟として2004年10月に入居開始した共同住宅である。秋葉田代通りに面した1階にはサブウェイ秋葉原タイムズタワー店が入居。南側に秋葉原オークスが、東側に東京消防庁神田消防署がそれぞれ隣接している。総戸数は318戸。中心価格帯は6000万前後、ペントハウスは約3億円だった。販売時、ソニーと提携した S スタイル住戸が話題となったが、実際にはこのタイプの住戸は販売されなかったという。平成27年千代田区グリーンストック作戦、モデルマンションに選定された。鹿島建設が開発した超高層フリープランハウジングを採用し、柱や梁の制約から解放されたデザインとした。これによって、コーナー部は、床から天井までのオープンな開口とし、熱線反射ガラスを入れ、超高層の眺望と開放感を実現している。制振装置を設置しているため、地震や強風による揺れが低減され安全性も確保されている。SI 対応として、全面20床、20天井、パイプスペースの集約化等を行い、将来のライフスタイルの変化に対応可能な長寿命を建築とした。アニメ、シュタインズゲートの登場人物、フェイリス・ニャンニャンの自宅マンションのモデルとされる。ありがとうございます。